まして、伊藤さんから日本における ODF 普及に必要なことはという題で、発表いただければと思います。伊藤さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。今から画面を共有します。はい、見えますでしょうか。はい、良好です。はい、ありがとうございます。日本における ODF 普及に必要なことはということでお話しさせていただきたいんですけど、結構ですね、私の主観と感想が多く含まれますんで、ここ様々な視点から議論される上での、まあ、一つの意見としてこう聞いていただければというふうに思います。早速なんですけど、まあ、ODF をこう普及させていく上で、まあ、ほぼリブレオフィスと同等と考えていいかなと思うんですけど、一般的に何かをこう市場に普及させるときに必要なことといったら、まあ、ブランディングだったりとか、マーケティングとか、宣伝とかいろいろあると思いますけれども、まあ、ちょっと僕、専門家ではないので、大体、まあ、こんなものなのかなというところで、軽くここはお話ししたいかなと思います。で、マーケティングを考える上で、一つ、必要になってくる概念として、キャズム理論というのがどうもあるみたいです。で、これは何かというと、まあ、新製品とかサービスが市中にこう普及する過程における概念のお話なんですが、まずイノベーターと呼ばれる層の人たちが、まあ、その新しいものに飛びついて、で、それを見てアーリーアダプターという人たちが、気になってこう導入してみると。で、使ってちょっと、あ、こういう感じなんだということで、たくさんこうコメントとか口コミとかっていうのをこう広めていって、それを聞いたアーリーマジョリティという方々が導入していくという、まあ、そういう流れがあるそうなんですが、これを図示すると、まあ、このような形になっていて、アーリーマジョリティとレイトマジョリティというところが比率として一番多い層になるということだそうです。で、まあ、製品が導入されていく過程で、このアーリーアダプターからアーリーマジョリティのところにこう、なんですかね、広まっていくときに、キャズムという深い溝があるということなんで、これを超えていくのがすごく大変だという、まあ、そういう、まあ、概念的な話にはなるんですけれども、なんでこう製品を流通させるときに非常にポイントとなるのが、このアーリーアダプターとアーリーマジョリティに適切な、なんですかね、アプローチをかけることが大事になってくるということだそうです。で、アーリーアダプターっていうのは、まあ、簡単に言い換えると、なんかインフルエンサーとか、こう、広告塔になるような方々になるのかなと思うんですけど、で、まあ、リブレオフィスにこの状況を当てはめると、まあ、リブレオフィス自体は新製品じゃないですけれども、まだまだ普及段階なのかなというふうに考えております。で、アーリーアダプターと呼ばれる存在がですね、非常に重要で、その獲得が重要だと思うんですけれども、なかなかこう、いや、リブレオフィスってすごいよねっていうふうにこう、宣伝してくれる層が、まだそんなにいないんじゃないかなというふうに感じておりますので、まあ、ここの獲得が重要かなと。で、まあ、あとはリブレオフィスに対するその分かりやすいアピールポイントが必要になってくるかなと思います。例えば、今、たくさんメリットあると思うんですけれども、リブレオフィスは、ODF フォーマットを標準として、国際標準規格にのっとったファイル形式を取り扱うことができる。で、これは、データの永続性であったりとか、公共性が担保された、素晴らしいものですよというふうな、まあ、そういうメリットがあると思うんですけども、まあ、一般的に聞くとちょっと分かりにくいメリットかなと思うんで、こう、もうちょっと分かりやすいアピールポイントというのを、まあ、探っていく必要があるかなとは思っております。で、これはこれだけですごく大変なプロジェクトになるとは思うんで、すごく時間がかかると思うんですけれども、直ちにまあできることとしては、既存の利用者さんというか、まあ、使っているユーザーを離脱させないように、どんどんこう事例とかっていうのを公開していったりすることが大事かなと思いますので、私の方からは、まあ、じゃあ組織に導入する場合は、まあ、どういったポイントがあるのかっていうところを中心にお話ししたいと思います。で、組織導入のために必要なポイントなんですけれども、3つにまとめました。3つです。1つ、プラットフォームを握る。2つ、意識させない。3つ、孤独感を持たせるというところです。すごくネガティブな言葉だと思うんですけど、まあ、ちょっと先にご説明します。で、1つ目、まずプラットフォームを握るというところなんですけど、これはもう ODF を使用せざるを得ない状況を作るというのが大事かなと思います。今、業務で使うソフトいろいろあると思うんですけれども、基本的にチームで作業をする場合というのは、徐々に年を追うごとにクラウドを貸してきているかなと思います。なので、そのクラウドのシステムというのを、まあ、プラットフォームとして握ることが重要かなと。まあ、例で挙げると、ネクストクラウドだとか、e グループウェアだとかっていうのが存在しますので、これを使うと、
リブレオフィステクノロジーの一環であるそのコラボラオンラインというのを使うことができます。なんで、プラットフォームを握ってしまえば ODF は使える。ただ、実際私も会社で導入をして、すごくたくさん意見をいただいたんですけれども、外部取引するときにすごく課題が出るというふうなお話があります。取引先がどうしてもその ODF に対応できませんよと。なんで取引者使えないというふうに、話をいただくことがあるんですけれども、まあそんなことはないだろうということで、ちょっと考え方を変えて、実際運用してみたら意外と使えるんじゃないのかなというふうなところで、まあ導入例をちょっといくつかご紹介したいと思います。例えば、ウェブ制作会社と取引をしますと。そうなったときに、制作会社から契約書を送られてきて、そのリーガルチェックを顧問弁護士さんにしてもらいますよっていう状況を想定したときに、まず、ウェブ制作会社から契約書が送られてきます。おそらくワード形式だと思います。で、これは、まあ、会社によって本部とかいろいろあると思うんですけど、一応ここは本部ということで、本部の方に、届きます。で、それを、システム担当と呼ばれる誰かがですね、ODF に変換をして、Next Cloud 上にアップロードします。で、ゲストユーザーという形で、Next Cloud にアクセスできるようになっている顧問弁護士さんに、そのファイルを Next Cloud 上で共有します。すると、オンライン上で、その、契約書 の, あの修正とか、まあ、そういったことをやっていただけるようになると。一応、コラボラオンラインの方も、変更履歴の追跡だとか、コメントだとかっていう機能がしっかりありますので、ワードと同じような使用感で使えるのかなと思います。で、修正されたものは、ウェブ制作会社に、まあ、これも、まあ、リンクかなんかで共有してですね、Next Cloud にアクセスしていただいて、これで良いですかということで確認をして、で、確定されたものは、ODF の状態で、Next Cloud 上に保存されるというところですね。まあ、これが一つの例です。で、二つ目ですね。じゃあ実際に制作会社に制作をお願いしますとなったときに、ホームページ作りますというときに、ウェブ制作会社が、まあ、じゃあ、ホームページを作るための工程表を作りましたので、こちらをご覧くださいということで、広報担当に投げます。まあ、おそらく Excel で来ると思います。これも、システム担当と呼ばれる人を、間にかませてですね、ODF に変換してもらう。で、ODF に変換したものを Next Cloud にアップロードします。で、広報担当とウェブ制作会社が共通で見れるフォルダーにそうですね、アップロードするという形。そうすると、クラウド上で、ODS ファイルでですね、その工程表のやり取りが今後可能になっていくというのが、まあ、二つ目の例でございます。で、三つ目の例なんですけど、これは、顧客の取引、まあ、自分の会社がもし販売側だったと想定したときですけれども、販売資料を提案しますとなったときに、まあ、営業担当が作る資料があります。まあ、これはおそらくパワーポイントでしょうと。で、パワーポイントのファイル作られたものをシステム担当の方が、ODF に変換します。で、それを Next Cloud にアップして、相手の取引先様に、Next Cloud のリンクか何かでこう共有をすると。で、販売資料っていうのは、結構相手先様でこう編集をして、決済担当者に分かりやすく説明することが必要になったりっていうことがあるようなので、編集できる状態で提供しておかなくてはいけないっていうので、クラウド上で編集できる状態で、まあ、編集していただくと。で、出来上がったものは PDF とか、まあ、ODF とかで、ダウンロードしていただいて、提出できる形にしていただくというふうな活用方法があります。これ、まあ、やってることは Next Cloud なのでちょっと特殊かなと思うんですけれども、実際、Google ドライブ上で、多くの方々がやってる取引がと一緒かなというふうに思います。間にシステム担当というのが入ってますけども、それがなかったらまんま Google ドライブでやり取りしているのと同じ形になるかなと思います。これのメリットですけれども、クラウド上でやり取りしているんで、ファイル形式を意識しなくていいというところが一つ大きなメリットです。あとは、その、クラウド上にありますので、みんなでアクセスできますので、重複編集とか共有漏れというのは回避できます。あとは、そのメールのやり取りというのが、ファイルをメールでやり取りする回数というのは大きく減らせますので、まあ、日本で一時期流行っていました、その PPAP と呼ばれる、パスワード付きTIPファイルの対策の一助になるのかなと思います。ただ、どうしてもデメリットはありまして、これもやっぱりどうしても嫌だという先方様ももちろんいらっしゃると思うんで、まあ、そういう方々にはちょっと、使えませんけれども、まあ、提案してみるのもいいかなと思います。これがプラットフォームを握るというところの部分です。で、次、意識させないというところなんですけれども、これはもう僕の主観結構入ってますけど、日本人の気質と特徴というのを意識した方がいいかなと。まあ、どんなものがあるかというと、同調性が強い側面があったりとか、結構ブランド志向だったりとかっていうのはあると思います。なので物事の判断基準で、まあ一つ考えられるのが、
まあ、良し悪しとかではなくて、まあ、そのものをよく知っているかどうか、広く知れ渡っているかどうかっていうのが一つと、あとは周囲の人が使っているか、また自分の好きな人を尊敬する人がそれを持っているかっていうところが、まあ、判断基準の一つかなと。あともう一つは、無料に対する恐怖心というのはやはりあるかなと思います。こう無料でいいものを提供されると、なんかこう裏があるんじゃないのかなと、こう不安になってしまうことが、どうしてもあるかなと思います。本当にそうなのかっていうところで、まあ、統計でデータを出しなさいと言われると出せないので、ちょっと別の角度で、じゃあこうなんじゃないかというところで、日本人の気質を表現するとすれば、慣用句とかことわざなどを見てですね、日本人ってこういう感じなんだっていうのを、こう、一応出してはみました。同調性のところでいくと、まあ、慣用句とかではないですけど、赤信号をみんなで渡れば怖くないとか、長いものに巻かれるとか、空気読むとかっていうんで、こういう似たような、同調性を持たせるような表現というのはたくさんあります。あとは、無料に対する抵抗感っていうところでいくと、ただほど高いものはないとか、まあ、安物買いの税入しない、安かろう悪かろうとかっていうんで、結構たくさんそういうのも、ことわざとか、慣用句とかっていうんで、ありますので、これは気質として、こういう側面があるんだなっていうのは、表現できるかなと思います。なので、こういうところを見ると、意外とオープンソースソフトウェア全体に言えることかなと思って、それの誤解が起きやすいんじゃないかと。まず、市中で回ってる、プロプライタリーなソフトウェアがあると思うんですけども、まあ、それが主なんで、周りに使ってる人がいないとかっていうのは、まあ、誰も使ってないから怖いっていうところにつながってしまったりとか。あとは無料で使えるっていうところでいくと、まあ、やっぱり無料だから品質悪いんだろうっていうふうにこう考えてしまうところがあると思いますんで、なるべく、組織内でリブレオフィスを導入するとなったときは、意識させない方がいいなというところが、まあ、一つの意見ですけれどもあります。あんまりこう、リブレオフィスを強く主張すると、逆にこう、引いてしまうような状況になってしまいますんで、本当にメンバーを限定して段階的に広めていく方法っていうのが、もしかしたらいいかなというところです。これが意識させないというところですね。3番の孤独感を持たせるというところですが、これすごいネガティブな表現ですけれども、まあ言い換えれば集団意識を利用するというところで、どうしても私はこうマイクロソフトじゃなきゃダメだという、まあ強いこだわりを持った人へのアプローチというのは、まあ極力控えましょう。あんまりしつこくやると今度帰って逆効果になってしまったりするんで、まあそういう人はとりあえず一旦置いといて、その周りであんまりこだわってない人から、少しずつアプローチをしていく必要が、あるかなと。で、そういう人たちを先ほど図でお示しした変換担当という形で変換作業になっていただいたりとかっていう形でうまくこう人材を配備してですね活躍していただくというのはいいかなと思います。あとはその外部の力を活用するというところは、まあ、組織ではやっぱり自分の上司がすごくパワーが強いんですけれども。まあ、そう全体で見たときは、やっぱり組織内の人間よりも、お客さんというか、まあ、顧客取引先の方の影響力って非常に強いと思います。なんで、外部共有という形で NEXT クラウド上でファイルをやり取りしていると、まあ、こだわっている人でもですね、それでやり取りしている以上は、自分はやっぱり対応する必要が出てくるだろうということで、使わざるを得ないなっていう、そういう気持ちにこう持っていけるんじゃないかなというふうに思います。なんで、まあ、組織導入の際に意識することとして、先ほどの3つ挙げましたけれども、もうちょっと、分でまとめますと、システム担当になる人員を増やしていくこと、各部門に協力者を増やしますと。なんで、まあ、こういったものは、丁寧に、まあ、ワークショップとか、やる必要あると思いますけれども、業務上で使う機能だけで全然十分だと思いますので、そういうのを、行いながら、システム担当を増やしますと。あとは、導入する上で、あまりこう、意識させないことが大事かなと思いますので、リブレオフィスとこう強く言わないことが、意外と大事かなと思ったりします。で、もう一つは、外部の力を借りるというところで、取引先の方にこう魅力を感じてもらえる工夫というのをもっとやっていってもいいかなと。NEXT Cloud は、ロゴとか、あとはその、クラウドの名前とかっていうのを一応自社仕様にこうカスタマイズできたりしますんで、自分の会社のロゴとかが入っていたりすると、取引先の方々が、これどういうシステムなのかっていうふうに、こう、興味を持ってもらえるかもしれないなと思いましたんで、まあそういうふうな感じで工夫をして、使っていってもらえればというふうに、考えました。まあ、こういう意味で孤独感を持たせるというところですね。ただ、問題もやっぱりありまして、どう使い始めていいかわからないっていうところで、まあ、NEXT Cloud はまだしもそのコラボラオンラインっていうのは単体で動作しませんので、どういうふうに体験していいかわからないっていうことがあると思いますので、まあ、手軽に体験する方法としては、まあ、NEXT Cloud とか eGroup Wear っていうのは、デモを提供しておりますので、そこでちょっと触ってみるとか、
あと実際に導入するとなった場合は、まあ、専門のサポートの企業に依頼したりとか、コミュニティに相談してみたりとか、すればいいかなと。あとは導入後、結構意見が多かったのが、日本語の対応が全然していないじゃないかということで、まあ、確かにコラボラオンラインはほとんど UI が英語だったんですけれども、一応6月、今年の6月の段階では 99% まで日本語化、されているので、もちろん翻訳おかしいとかたくさんあると思うんですけど、とりあえず日本語で読める状態にはなっているっていう意味で、翻訳されておりますので、まあ日本語に対する問題っていうか、壁はもうほとんどないのかなというふうに、今感じております。で、まとめますと、まあ一番最初に話したマーケティングの話でいくと、広告塔となる層、まあいわゆるアーリーアダプターと呼ばれる層が増加するまでは、その今使っている人たちの離脱を極力抑制していけるように、様々な導入事例であったりとか、まあアプローチ方法なんていうのをどんどん公開して、いくのがいいかなと思っております。で、LibreOffice の名前はまだ前面に出すことはしないように、しながらですね、こういうふうなものを使ってるよっていうんで、事例を公開していくという形で。で、仕事におけるそのチーム作業っていうのは、まあ基本クラウドを活用していく時代になってきているかなと思いますので、そういうのはクラウド上で共有します。で、個人作業はもうローカルのリブレオフィスの方が断然使いやすいと思いますので、活用すると。で、ODF 普及のためには、やはりこうリブレオフィスのテクノロジーというのは非常に最適かなとやっぱり使ってて思いまして、まあ、ローカルでリブレオフィス使えますし、クラウドだったらコラボラオンラインがありますし、モバイルであればモバイルのコラボラオフィスというアプリがありますので、まあ、どんな場面においても ODF が取り扱えることというのはすごく重要かなというふうな、まあ、使い勝手の面で、大事かなと思っておりますので、まあ、こういったツール群であったりとか、まあ、どん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 こう機能が追加されていくと思いますので、今後普及していくことを私は願っております。以上です。ありがとうございました。はい。